どうにか最後までやろう。首先、我们来看这段描述。思っていたことが予想通りの結果になる様子。那么，符合题中描述的只有第三个选项。案の定，果然不出所料。第一个选项，あいにく是不巧的意思。那么第二个选项，現に意思是現実に、実際に、实际上。好，让我们来记住下面的这一系列的词。あいにく、あいにくというのは都合が悪いという意味です。不凑巧、偏巧。あいにく、留守にしています。偏巧不在家。あいにく、雨が降り出した。不凑巧、下起雨来了。その次、案の定。案の定とは、思った通りという意味です。案の定的意思是、正如所料。不出所料、果然。ダメだと思っていたら、案の定不合格だった。本来就觉得不行、不出所料、果然就是不及格。危ないと思ったら、案の定だ。认为危险、果然不出所料。案の定、あいつの仕業だ。果然是那个家伙干的。その次、あえて。あえてというのは、しなくても良いことを強いてする様。わざわざ、無理にするという意味です。あえて的意思呢是、勉強做一件事情、或者说是、硬是做一件事情。这件事情呢、本来是可以不做的。例えば、負けると分かっているが、あえて挑戦した。知道会失敗、但还是硬是挑战了一下。再比如说、あえて危険を冒す。硬是去冒险。接下来我们来看、強いて。強いて这个词是我们曾经学习过的动词、強いる的忒形。它的意思呢、大致相当于、無理に、硬要、偏要。強いてそれを変更しろとは言わない。我不会硬要你更改。強いて言えば、こっちの方がマシだ。如果非要说的话、这个更好一些。接下来、おのずから、あるいはおのずと。这两个词呢，相当于自然に、自然或者自然而然的。努力すれば、おのずから道は開ける。只要努力，道路自然就会铺开的。その問題は、おのずから解決されるだろう。那个问题会自行解决的。接下来我们看一个类似的词，叫做自ら。自らというのは、自分自身で、あるいは自分からという意味です。自ら这个词的意思呢，不再是自然，而是亲自、自身。自ら進んで勉強する、自己主动学习。その次、とかく。とかくとは、ややもすれば、ともすれば、というふうに、しばしば生ずる事態であることを表します。とかく的意思是、动辄、总是、表示一些事情、经常发生。寒くなると、とかく、遅刻者が多くなる。天冷后、迟到的人就变多了。彼は、とかく、病気で休むことが多い。总之呢、他请病假比较多、因为生病而休息请假比较多。とかく、この世は住みにくい。总之、这个世道不好过。接下来、なるだけ。なるだけ这个词、就相当于、できるだけ、或者说、なるべく。它的意思呢、是尽量。なるだけ早く来てください。请尽量早来。なるだけ参加するようにします。尽量参加。その次、努めて。努めてというのは、努力して、あるいはできるだけという意味です。努めて这个词的意思呢是努力、尽量。努めて冷静にする、尽量冷静。再比如说、尽量避免借钱。努めて借金を避ける、尽量多运动。努めて運動するようにしている。その次、ひいては。ひいては是ひいてで强调的说法。它的意思呢是さらには、表示甚至、进而。自分のため、ひいては家族全体のために頑張ろう。为了自己以及家人、我要努力。再比如说、アジアの平和、ひいては世界の平和に力を尽くしたい。愿为亚洲的和平，乃至世界的和平贡献力量。下面一个词是摩海亚。摩海亚的意思呢是事到如今已经。今となってもう。もはや彼の回復は望めない。
他的恢复已经没有指望了。医者を呼んでも、もはや手遅れだ。即使叫医生来，也已经晚了。另外，日本当年进入高度经济成长时代的一个标志，就是日本的经济白皮书里面出现了一句话，这句话是非常有名的，叫做もはや戦後ではない，已经不是战后了。我们发现もはや这个词往往是跟否定的结尾，或者说否定含义的结尾相呼应的。下面一个词帰って。帰ってとは反対に逆にという意味です。帰って的意思呢是反而、相反。近道したら帰って時間がかかった。本想走近道，反而更花时间。道が混んでいるときは、自動車より歩く方が帰って早い。路上拥挤的时候，比起汽车，反倒是步行更快一点。とりあえず、とりあえず的意思呢是暂且、姑且、まずはじめにという意味です。とりあえず何か食べよう。先吃点什么吧。とりあえず問題はないだろう。暂且没有什么问题了吧。とりあえずここまでにします。这个词我们就暂且到这里。その次、かろうじて。かろうじてとは、ギリギリのところで、やっと、ようやくという意味です。かろうじて的意思是、好不容易才。かろうじて、最終電車に間に合った。好容易、勉強赶上了末班電車。かろうじて、試験に合格した。好不容易在考试中及格了。ことごとく、意为すべて、全部、全部、一切。私の案はことごとく却下された。我的方案全部被驳回了。下面一个、ふんだんに。ふんだんに的意思呢是、大量にあること、大量。いちごをふんだんに使ったケーキ、用了大量草莓的蛋糕。お金をふんだんに使う、大量花钱。その次、幸い、あるいは幸いに。事故にあったが、幸い、怪我はなかった。遇上了事故、幸而没有受伤。お返事をいただければ幸いです。如果您能答复、我将不胜荣幸。幸い这个词就是、幸運、幸亏、幸而、这样的意思。下面一个词是、現に。現にとは実際にという意味です。这个词的意思呢、就是、实际。現に私はそれを見た。我亲眼看到了。現に経験したことだ。亲身、实际经历过的事。いずれも、いずれにしても、いずれにせよ。都是、总之、无论哪一个的意思。いずれにしても、高くて買えない。总之、都是太贵、买不起。另外呢、いずれ可以作为一个副词、表示在不远的将来、早晚。相当于、そのうち。いずれまた来ます。改日再来。下面、仮に。这个词呢是假设的意思。假定。仮に試験に落ちたらどうしますか？如果考试没过、那该怎么办？仮に宝くじに当たったとしたらどうしますか？假如中了彩票、会怎么办？ひょっとすると、あるいはひょっとして。这两种说法的意思呢是一样的。都表示也许、或许、说不定、有可能。ひょっとすると、彼の話は嘘かもしれない。也许他说的是谎话。接下来もしかしてもしかすると或者もしかしたら意思也一样，也表示或许也许。もしかしてあなたは田中さん？难道你是田中先生？もしかすると失敗するかもしれない，或许可能会失败。接下来我们可以看看どうにか。どうにか呢主要有两个意思，一个呢是想办法，なんとか，还有一个意思呢是总算。かろうじてやっと。我们可以看一些例子。どうにかあの会社に就職したい。无论如何都想进那家公司。どうにか大学は卒業した。好歹算是大学毕业了。どうにかなるだろう。这就相当于なんとかなるだろう。总会有办法。最后我们来看どうやら。どうやら有时就相当于なんとか。どうにかやっと。表示好歹、好不容易的意思。どうやら間に合った。总算是赶上了。此外、どうやら还可以与句尾的样态助动词、そうだ、
或者比况助动词 yoda 连在一块使用，表示不是特别清楚，但是好像。はっきりしないが、おそらく、なんとなくという意味です。どうやら彼が優勝しそうだ。看来多半他能够获胜。どうやらうまくいったようだ。好像进展很顺利。好，接下来我们就这一段来做一做练习。1. 夫婦円満だと思っていたのに、A. どうにか、B. どうやら彼らは離婚したらしい。我们说らしい也是一个表示委婉断定的一个助动词。因此呢，这里我们可以选择どうやら。这里的どうやら就相当于おそらく或者どうも。本以为他们夫妇美满，但是呢，好像他们俩离婚了。に A 仮に B 現に手術したとしても彼は助からなかっただろう。这里呢是一个假定条件，因此呢我们可以选择仮に。即使做了手术，他也不会有救的。三あれおかしい。A ひょっとすると B あえて道を間違えたかもしれない。选项 A ひょっとすると表示的意思呢是也许可能。选项 B あえて表示硬是，相当于わざわざ。这个句子的意思是，哎，很奇怪，好像走错路了。4. チームは A なるだけ B かろうじて予選を勝ち抜いた。队伍好不容易通过了预选赛，因此我们可以选择 B かろうじて。かろうじて的意思呢是好不容易，やっと。而选项 A なるだけ是尽可能尽量。5. お客様には A 勤めて B 強いて笑顔で接してください。要尽量的带着笑容去对待客人。因此呢，我们可以选择 A 勤めて。勤めて的意思呢是できるだけ、努力して、尽可能的。而选项 B 強いて表示硬要。6. 申し訳ありません。その本は A もしかして B あいにく在庫を切らしております。不好意思，那本书碰巧不巧卖完了。因此呢，我们可以选择あいにく。而选项 A もしかして是也许的意思，不符合句子的含义。7. これは季節の野菜を何々使った料理です。这题呢，我们可以选择第三个选项，ふんだんに大量。这道菜大量使用了这个季节的蔬菜。选项 1. おのずから是自然的。选项 B. ことごとく是完全的、全部、一切。选项 4. とかく是总之。8. いくつも提案したが、私の案は何々受け入れられなかった。提了很多意见，但是呢，我的提案没有被接受。选项一，ことごとく，完全否定，我的提案都没有被接受。选项二，ひょっとして，也许，或许。选项三，ひでは，甚至，进而。选项四，仮に，表示一种假设。后面三个答案呢，都不符合文意。